皆さんこんにちは、武田塾の神野です。清水です。今回は浪人覚悟で第一志望一点突破。この動画を見てる受験生の中に今こんなことを考えてる人はいませんかと。第一志望以外なんてそもそも興味ねえよ、その大学行かないんだって、大学行く意味がない、その大学以外大学じゃないと思われてる方いませんでしょうか、いや多いよ、私自身もそうでしたから、はい、特に現役高校3年生これはね、やっぱそうじゃない、みんな結構慶応以外は大学じゃないと、そんなことは思ってないよ別に、ただやっぱ自分の第一志望にはね、もう絶対行きたいから、それ以外に行く未来をちょっとあんま考えたくないよっていうのはみんな結構正直なところあると思いますよ。私もまあ東京学芸大学しか受けてないっていう実体験をもとに今回お話しできればなと思うんですけど、はい、公立大学以外はちょっとどうなんとは思ってました、進学校あるあるな、国公立至上主義をちょっと真に受けてたタイプの高校3年生だったので、公立じゃないんだったら進学する意味ないから進学受けなくてよくないとは思ってました。なるほど、そういう受験生はいるんじゃないかなと、実際清水先生の場合は私立も受験せずにですもんね、学芸に一発勝負かけてみたってことですよね、だってそれ以外受けたってどうせ行かないんだから、なんで受ける意味があるんだ。なるほど、で実際そういう受験生も多いと思うんですが、はい、じゃあこれがこう指導者目線で見た時に、はいはい、こういった思考がどうなのかっていうのをね、はい、正直に語っていこうじゃないかという企画なわけですね、はいはい、三者面談とかしてもそうなんだけど、はいはい、親御さんはねやっぱねしっかりとちゃんと確実に行ける大学を受けなさいってなる、はいはいはい、でもね大体生徒の方はねそんなの受けねえよみたいな俺は行かねえみたいなさ勢いいいねみたいなその意気込み結構応援したいよみたいな、これ結構多いですよ、あともう一個思うのが早慶志望をマーチ以下絶対に受けたくない受験生パターン、マーチより下だったら大学行く意味がないじゃないかみたいな、っていうちょっと極端な受験生もいるかなとは思うんですよね、滑り止め明治みたいな、滑り止まるかみたいな、もう滑り止めっていうちょっと定義がねもう変わっちゃってる子は結構いますね、まあ、まあそうですね、平和の組み方の注意点はそもそもこちらの動画で見てほしいんですけど、分かっててやってる受験生は多いかなと思いますね、もちろんその自分の今の実力から考えると一番下でマーチだとリスクがあることは分かっているが、そのリスクを承知で突破したいと、それで受け切りたいという受験生はまあ、実際竹内塾の塾生でも過去いましたね、リスクを承知で受けるんだっていうのは、問題はそれがいいのか悪いのかどうなんですか。これはですね、いい場合もあるし良くない場合もあるとしか言えない、はっきりしねえな、はい、要はハイリスクハイリターンなのかローリスクローリターンなのかっていう話なんですよ、はい、もちろんその志望校だけを受けた方が過去問演習の話ね、以前の動画でもしましたけども、過去問演習ってやっぱり受けるからにはその大学のしっかりとした対策をある程度時間をかけて、場合によっては10年分とかでもそれ以上の年数を解き込みたいわけですね、はい、受ける受験校を増やすっていうことは解かなきゃいけない過去問の幅を広げるっていうことなので、自分の第一志望に特化した対策だけをやれば第一志望に関しての合格可能性は一番上がるわけですよ、そうですよ、これがハイリターンですね、一方でその対策をしたところでちょっと届かないっていう結果になった場合、それ以外のリスクがやばいっていうのがハイリターンですね、だこれを許容できるかどうかだと思うんです、シンプルに結論としては第一志望を受けて全落ちっていうパターンで実際あるじゃないですか、だから浪人生って大体そんな人が多いじゃないですか、だからその場合それを家庭的に許容できる、あと自分がそれで後悔しないんだったら、まあぶっちゃけラリーなこともあるんじゃないかと思いますね、はい、これはね自分の経験からしてもやっぱりどうしてもその第一志望へのこう気持ちが強いとそういう思考になりやすいというか、はい、自分の第一志望以外だったらもう来ませんみたいな覚悟になっちゃってるとやっぱそういう判断には結構なりやすいかなと思いますね、ただここがね結構ポイントで、自分自身がまさにそうだったんでめちゃくちゃその考え方の生徒ね分かるんですよ、めちゃくちゃ応援したいんですけど、ただいざ指導者側になって数々の受験生こう送り出してきたところから見ると、今となってはしっかりと滑り止めと言える大学を受けるメリットもかなりでかいなっていうのは感じてるのが正直なところですね。ローリスクになるのは間違いないですよね、しっかりとした、まあ、いわゆる安全校と呼べるレベルの大学を本当に安全で受けるんだったら、リスクはそれローリスクにはなりますよね、例えば早慶志望、はい、で、まあ、早慶結構チャレンジになっちゃうってなった時にマーチはもちろん受けるし、さらにそこからこう日東駒線東洋大学受けたりするっていうパターンも結構あるんですけど、これが自分が受験生の時は絶対やれなかったんですけど、はい、今となってはこのパターンをおすすめする場合もあって、なんでかっていうと第一志望君がチャレンジ要素結構強い時に自分が確実に受かる大学を受験しっかりと申し込んでおいて、そこの合格をねしっかり取っておけると自分の第一志望によりね自信とか安心感を持って受験できる子が実際多いわけですね、そういうパターンだったらありだなと今は思いますね、確かにね、第一志望からしたら少し低めに見えるかもしれないけど、合格の2文字見て嬉しくない人ってあんまりないですよね、いや先生滑り止めなんで、って言いながら家にしてるやないかみたいなね、そうちょっと嬉しいよやっぱり仮にじゃあそこから浪人になった時にも、はい、自分はここまでは受かってるっていうのはやっぱ見えてること、はい、全く滑り止め受けてなかったんで合格したのもゼロですってなっちゃう子だと、はい、浪人の時のメンタルのね崩れ方がやっぱ違うかなっていう風に感じてますね、そこまで
頑張れたってなんか形になってるっていうのが浪人をする時の覚悟の持ち方として第一望不合格でした。それ以外ちょっとよくわかりません、うん、で浪人する人より1ランク覚悟が高くなるかなっていうのを、うん、いろんな浪人生を過去見てて思うところはめっちゃありますね。実際問題進学しないとはいえ現役でどこまで成果が出し切れたのかっていうある種の証拠じゃないですか、うん、自分の第一望じゃないにしても合格っていう2文字を掴み取るのって結構大変なんですよ、うん、日大レベルの参考者だったからニットコマセは受かる手だと実際には受かってないわけなんで証拠がないわけですよ。なんで実際に合格をゲットする大変さっていうのを分かるっていう意味でも併願校を組むメリットっていうのは浪人覚悟としても結構あるかなと思いますね。実際のあの試験会場に行ってリアルでこう試験を受けてそれで合格を勝ち取ったっていうのはやっぱ自分の自信にもなりますし、はい、実際浪人になった時とかにも戦略を立てやすいっていうのにもつながってくるところでありますね、はい、今年の受験でっていうメリットもあって、うん、先ほどのその合格が出るとその後の入試に自信がついてっていうメリットももちろんあるんですけども、特におすすめしてるのが理想的には究極年内入試一番関西の高校であったりとかに加えて入試を受けるスケジュールがいくつか受けるとしたら前半戦になるべくレベルのやや低い大学を入れてほしいって併願組む時にアドバイスしてて、これなんでかっていうとそういうところで早く受かったら自信がつくっていうのもありますし、複数戦いがあるうちの初戦超強敵だったら結構しんどくないですかみたいな、ワールドカップに挑むサッカー日本代表だとするじゃないですか、初戦の相手がまあ実際問題ドイツだったりしたわけですけど、そこまで試合なし気づくないみたいな、さすがに強化試合とか入れときたいなみたいなのもありますし、そもそもとしてアジア予選とか勝ち上がってってるっていうのはステップがあるわけじゃないですか、だからここだったらしっかり戦えるだろうみたいな、相手をしっかり勝ち切るってことってすごい重要だなって思うんですよね、実際自分が受験する年で自分の第一志望が一発目ってなっちゃうと入試の独特の感じとか、朝実際に試験会場に行って受験生こういっぱいいる中で実際試験を受けるで休憩でどういう風な過ごし方をするかとかを第一志望一発目だと結構うまくいかないんだよね、あそこ合わせればよかったって後になって結構後悔したりするんだけど、先に第一志望じゃないところを言い方悪いですけど練習みたいな感じで臨めると完成点を持って第一志望を臨めるだから自分の最大限のパフォーマンスを第一志望で出すためにもしっかりとそういった志望校をね練習と思ってもいいから受けてみるとね本番でね自分の実力を出し切りやすいかなと思いますね。安全校って概念が嫌いなんだとしたら練習校っていう名目で受けたらいいんじゃないかと、そうここねやっぱ捉え方の違いでそれだったらこう受けてみようかなっていうね思考にはなっていくと思うんで、無理して受ける必要はないんですよ。自分はもう一発勝負で絶対出し切れるんだ、だから別に関係ない練習試合とか自分は不要なタイプですっていうんだったら別にそれでいいと思うし、そうじゃない結構緊張しちゃうなとかなかなか朝から一発目で本気出せるか不安だなって子はぜひね何回かね練習試合して本番臨むっていうのをやってみるといいかなと思います。第一志望だけで突破するつもりですっていう受験生で、まあめったら強いことが多いんですけどね、じゃないとそもそもそんな作戦は組まないですが、私もそうだと思ってたんですけど、はい、めちゃめちゃ緊張した当時選択肢が今の共通テストの後、40日間入試がないわけですよ、国立してこういうのないから、いきなり本戦、はい、めちゃめちゃ緊張した緊張してもう、まあ、実力出し切れたから良かったんですけど、緊張で絡まるタイプだったら、はい、もう落ちてたなとなるほどぶっちゃけ思います、なのでここまでの話を踏まえて、それでもハイリスクなことを承知してハイリターンを求めて受かる見込みがあるから攻め切る、そういう受け方を親御さんも同意しててっていうことであれば作戦は改めて考えてほしいなと思います。本当に我々も別に大学をたくさん受けてほしいわけではないの で、 そうです、ね、受けすぎも逆にマイナスになったりもするので、はい、ぜひねこのチャンネルを見てくれてる君が第一志望をつかめればそれが一番の願いになるので、ぜひ自分に合った受験戦略を立てて本番に臨んでください、はい、第一志望だけ受けて良かった人良くなかった人大学生で見てたらコメントに書いてください。今回以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。